横浜港未来21ナビオス横浜ナビオス横浜は神奈川県横浜市中区振興にある宿泊施設横浜国際船員センターとも呼ばれ一般財団法人日本船員構成協会が運営する船員会事関係者のための福利構成施設であるが一般の人も利用可能であるまた同法人が運営するエスカル横浜とは姉妹施設となっている RIA の設計、安藤建設などの施工で建設され、1999年10月に開業した10階建ての宿泊施設である。港未来地区内では13街区にあたり、ショッピングセンターの横浜ワールドポーターズと隣接している。また西側は運河パークとなっており、桜木町駅方面より、臨港線の配線跡を遊歩道として整備している。 記者道が当施設の下部を通っている。船員、会事関係者のための福利構成施設として、一般財団法人日本船員構成協会が運営を行う宿泊施設の一つであり、かつては全国港の宿の一つでもあった。客室数は全部で135室あり、同法人が運営する施設の中でも最大の規模を誇る。通常の宿泊施設として、 一般の人も利用可能となっているが、船員、会事関係者は宿泊料金の特別割引サービスや日本船員福利厚生基金財団制度による宿泊補助などが受けられる。汽車道上に作られた投資施設の吹き抜け越しにランドマークタワーが見えるホテルの下部には吹き抜けがあり、遊歩道として汽車道が整備されている。この吹き抜けは絵画の額をモチーフとしており、 運河パーク側からは、横浜赤レンガ倉庫など、古き良き横浜の景色が、反対の進行中央広場側からは、横浜ランドマークタワーなど、新しい横浜の景色が、絵画のように見える設計となっている。2000年に、第1回横浜、人、街、デザイン賞と、第45回神奈川県建築コンクール優秀賞を受賞している。以下の館内施設は、 ナビオス横浜の宿泊客に限らず一般客も利用可能となっている。ありがとうございます。